こんにちは。こんにちは。あ、なんか長いな、この生活。そうですね、結構思ったより長いなっていう印象ですよね。まあでもそろそろ開けるしな。そうですね、自粛開けますけど、ただ開けた途端にまたわっていうなるのはちょっと怖いなっていう。まあ怖いな、よね。ただ順調に豊さんがダイエット成功していっていて、いや、わかんないよ、これまた最近肉が多いんだよ。あ、ちょっとずつちょっとずつまた太ってくるかもしれないですね。いや、どうなんだろうな。うーん、まあわかんないけどな。まあそうですね、まあ、いろいろ世の中の動きも期待を持てたりだとか、うん、またしぼんだりだとか、うん、まあいろんなこと繰り返すよね。いや、ほんとそうですよね。その一つしぼんだといえば、夏の高校野球がもう中止が決定になったじゃないですか。そうな、うん、まあいろんな賛否両論出てますね、いろいろ。いや、あるけどさ、うん、俺もまあ球児だったじゃない、はい、高校球児、うん、で、そのかける思いってさ、うん、まあ当時を思い出しても、まあ甲子園に行きたいとかさ、勝ちたいとかさ、うんうん、いろんなことを思って、はい、ここをもう一歩頑張ったら、うん、ね、もうなんていうの、手が震えるぐらいの思いがあってさ、でもここ一歩踏み出せばとかさ、うん、はい、足が一歩前に出ない、でもここを頑張れば相手に勝てる、甲子園に近づけるんじゃないかとかさ、うん、なんかそういう思いでやってたものを、もうかわいそうだけではさ、うん、済ませられないな、これは。そうですよね、うん、そう、もちろん中にその野球だけじゃなくて、いろんなインターハイのいろんなスポーツが今年はできなくなってるから野球だけ特例にするわけにはいかないっていう、そのもちろんそういう思いもあるんですけど、うん、でもやっぱりね、なんかこの、うん、それぞれで頑張ってた人たち、うん、まあ高校総体とかも中止になったし、はい、インターハイとかね、やっぱみんなそういう思いを持って取り組んでたんだろうなという、そうですよね、うん、そういう気持ちを考えるとさ、うん、うん、まあ俺で言えばこれ一緒にいたら泣いてんな。やっぱ思いがね、豊さんやっぱりね、ずっと野球をやってきてて、甲子園っていうその舞台がどれぐらい大きいかっていうのを、うん、やっぱり分かるだけに、あのね、うん、勝っても負けてもいいんだよ、うん、でも集大成がそこにあるんだよね。そうなんですね、うん、だからやっぱ勝とうが負けようがやりたいんだよ、うん、で、けじめをつけたいんだよね、やっぱり気持ちに、うん、だから高校野球の時終わった時になんでみんな涙するかっていうとさ、予選の時でも、はい、うん、やっぱり一つのけじめとして、うん、まあ、高校野球ということにお別れをしたいんだよね、うん、だからそれができないっていうのは本当に辛いと思うよ。そうなんですね、何か、うん、けじめがつかないままっていうことですよね。だから心の置き所がなくなるというかさ、うん、みんなで一生懸命頑張った、うん、でもあそこで負けたなとか勝ったなとか、うん、そういう話もできないわけじゃない。そうですよね、うん、だからまあこれは命に関わる問題だから、うん、まあ感情論では話せない部分もあるんだけど、はい、でもやってきた人間とすればやっぱ決着だけはつけさせてほしかったなっていうふうに、うん、まあ思うけどね。これはまあ決定事項だから、もうこれはもうしょうがないんだけどさ。そうですよね、まあそういう思いでやってきた子供たちが、うん、ね、何の決着も見ない、何のけじめもできずに、ただ一言、うん、ね、夏の大会が中止になりましたと、うん、いうことではね、まあ地方でね、はい、そういう意味では何とかやらせてあげたいという動きがね、うん、出てきてるけどね。そうなんですよね、うん、今現在で表明しているのは沖縄と佐賀と秋田がの高野連が地方大会をこれでもうやろうじゃないかということを
まあ、各地で代替大会っていうことになるんですけれども、例えば沖縄県の高野連は7月の4日からであったり、佐賀県の高野連は7月11日以降トーナメント方式でとか、それぞれなんかいろいろ出して、特に佐賀県なんかは例えば、7月11日から30日までの日程 で授業も夏休み今年短くね、なる予定だっていうことなので、まあ、土曜日曜祝日を中心に開催する、まあ、授業に影響のないようにっていうふうにしていくっていうふうに、で観客の有無などは、まあ、やっぱりコロナっていうことがあるので、それは今後どうしていくか、例えば親御さんだったり親戚関係だったり学校関係者の本当少人数にするのか、もう全く入れないのかっていう、これから話し合うみたいなのがちょこちょこ今出てきてはいるんですよね。でも最後の融資ぐらいは見せてあげたいよね。いやね、ご両親とか、うんね、まあそのまあその選手一人に携わった人間たちの、うん、やっぱ関係者というかさ、はい、そういう人たちにはやっぱり見てもらいたいし応援してもらいたいしね、うん、最後の勇姿を目に焼き付けてほしいなと思うけどね。そうですね。あとはそこのベンチ入りできない控えの選手たちとかも、なんかこう応援できないかなとか、スタンドでちょっと間隔を空けるなりしてとか。そうだね。だから、まああれだけ広い球場でスタンドもね広いわけだから、はい、うん、まあ間隔を取ってね、うん、まあ大声を出してっていうことは難しいかもわからないけども、はい、うん、だけど目に焼き付けることっていうのはできると思うんだよね。そうですよね。うん、例えばその後各地方大会がこうやって行われるってなると、もしかするとその各球団のスカウトの人たちもちょっとその地方大会の準決勝だったり決勝見に行ってみようとか、そういう動きに少しはなるんですかね。うん、どうなんだろう。どうなんだろうね。でも、うん、テレビ放送はしてほしいよね。そうですよね。あ、うん、やっぱりその甲子園で見られるはずだったものが、うん、あ、見られないわけだから、はい、だから頑張ってる姿は、まあ、そこら辺の地域の人たちにねやっぱ見せてあげたいなっていうふうには思うしね。そうですよね、うん、あとこれは別になんかあの決まったとかではなくて、こういう代替大会案があったらいいかなっていうのが載ってたんですけど、例えばなんか地方予選と甲子園大会の間にこのスーパー地方大会っていうのをこう入れてみるのはどうだろうみたいな、あの、うん、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄の8の地方で、うん、こうスーパー地方大会っていうのを行って、でそこで勝ち上がった頂点にそれぞれ立った8校で甲子園で戦うっていう風な、そうすれば日程も短いし、うん、そう移動の距離とかそういうのも防げるんじゃないか、まあ、今年に限ってっていう、まあね、なんか、うん、まあ、言うだけじゃなくて、うん、やってほしいよね。ね、そうですよね。それはいい案だと思うよ、すごく、うんうん、だから、まあ、そういうことができればね、はい、やっぱ心の張りっていうのが戻ってくるかもわからないし、うん、だから頑張ってほしいなっていうふうに思うよね。ただいろんな記事の中で、はい、甲子園大会がなくなったら経済効果が何百億何十億のどのこうの損失だとかいうふうに書いてあったけど、はい、金計算すんなよって、そういう時にってそこじゃないですね。お前人の心ってどういうふうに思ってんだよって、金に換算できねえだろって。俺はその記事を見た時に、安易に金に計算換算してね、何百億の損失だって、うん、高校野球が中止になった時点でって、それはまあ確かにお金は大事だけど、はい、今はもう心の世界なんだよね、コロナの影響で。みんなが心一つに、はい、ね、お金じゃなくて心を豊かにしていく時代なのに、時代には俺は入ってきたと思うのね、うん、なのに金の計算をしてるやつがいるって、うん、寂しいですね、うん、まあそれはもう職種によって金の計算しなきゃいけない人もいれば、うん、ね、心を豊かにしていく人たちだっていると思うけど、はい、ね、高校野球が中止になった途端にさ、経済効果はこれだけの損失だって、うん、もうそれは言うなよって今。そうですね、球児たちにその言葉はねいらないですよね。球児たちの気持ち考えてみろよって、金に換えられるかって、うん、うん、だから俺はその記事を見た時に、
ムカついた。あー、やっぱ思うとこあったんですね。あー、そりゃムカつくと思うよ、うん、だって俺が高校生であれだけ頑張ってて甲子園出れなかった、うん、でも甲子園大会っていうのはこれだけの経済効果があるんだ。まあ周りが裕福であればそれはいいよ、はい、別に、うん、たださ、みんな気持ちが病み出してるのにね、そういう記事を出すっていう自体が俺はちょっとナンセンスだというふうに思うよ。そうですよね。なんかその経済効果がこれだけの損失、お金のことを出すんだったらなんかこういう案はどうだろうかとか、こういうふうにしてなんかできないかとか、気持ちのケアだったりとか、うん、なんとか時期をとか、なんかそっちの記事の方がまだなんかこう見ていてなんかそうだよねって なんか納得できるというかなあ、うん、高校野球って高校生の部活の一環なんだよね。で、教育の一つって言いながらよ、うん、言いながら趣旨が、はいね、その上の大人たちは金の計算してるって、うん、いやらしい話じゃない。そうですね、なんか大人のなんか嫌な部分というか、まあ、うん、ただその周りでね行われてる協力をしてる人たちは、はい、それはすごい損失になるかもわからないよね、うんうん、例えば毎年3校ぐらい泊まるホテルだとか、はい、旅館だとか、うん、そういうのがあればそれは損失に結びつくけどさ、だけどね、中止が出た途端にその川沢業はやめろって、うん、そうですね、俺は思うよ、うんうん、なんかまあでも高校生もね、はい、まあいろんなニュースでまあ、監督が伝えたりだとか、うん、してる時にね、まあ、泣きじゃくる選手もいればもう呆然としてる選手も いるし、はい、でもその姿を見てるとやっぱり欠けてたんだなと思うよね。そうですよね。で3年生の主将の子がでも 1,2、うん、年生にこの気持ちは託すからっていうふうに言ったのが、うん、あもう自分たちは今年何もできなかったというか、なんかすごく複雑な思いなんだろうな。でそのバトン、うん、もらう 1,2 年生っていう、ね、後輩にね、うん、託すっていうのはね、うん、もう本当に絞り出すしかないよ。もうそれしか言えないってことですよね。それしか言えないっていうことだ。でもさっきの案っていうのはさ、うん、その地域、はい、まあ中国地区だったら中国地区、四国、まあ九州だとか、うん、まあそういうところから代表をね、はい、やっぱり予選としてやって、うん、でもなんかそれは実現してほしいなと思うね。そうですよね。その夏の高校野球のその高校野球大会っていう名前でなくてもいいんで、なんかスーパーなんかスーパープレミアム大会みたいな、今年だけのでもいいんで、うん、何かやっぱりこう一つね、豊さんがおっしゃってた一つの区切りというか、勝っても負けても、うん、まあ、けじめは欲しいな。うんうん、うん、そうですよね。けじめは欲しい、うん、じゃないともう本当になんか気持ちが宙ぶらりになる。いや、でその高校3年生たちも多分やりたいって思いがあって、その今度でも俺たちはやりたかった、やりたいんだって言うと、そこからまた SNS とか周りからものすごい批判で炎上で、うん、なんか二重に傷ついちゃう。だから自分の気持ち言いたいけど言えずに我慢して仕方ない仕方ないって思い込ませてる気持ちが、またなんか精神的に、うん、ケアというか大丈夫かなっていうのもすごく心配で、今すごいじゃないですか、例えば SNS で炎上だったりとか、その総攻撃っていうんですか、お前たちだけじゃないんだ苦しんでるのはとか、まあ、それを、うん、その気持ちさえ言ってしまったら犯罪者のごとく扱われてしまう。まあ高校野球っていうのは、うん、一つの日本の文化みたいなところがあるからね、はい、注目度とかいうふうに考えると、うん、まあ、野球がアメリカから入ってきて文化になったように、日本の文化の一つになったように、はい、まあ、高校野球っていうのはさ、はい、それ以上の歴史があり、やっぱりそれによって勇気をもらった人、うん、感動した人、はい、やっぱたくさんいたと思うんだよね。だから一つの文化なんだよね、うん、でも目立ってるだけで、まあ例えば高校のインターハイが中心になる、うん、はい、文化系の集まりもなくなる、うん、もうみんな苦しんでんだよね。でも一つのその題材として高校野球がクローズアップされてるだけで、はい、まあ他の人の気持ちも俺が思うと一緒だよ、うん、
だって高校の時、青春の時にかけたものっていうのはかけがえのないものになってくるから、その後の、そうですね、人生で、うん、それと思い出な、うん、思い出にもなってくるし、はい、そういう友が一生の友になっていくからさ、うん、と分かる、うん、でもね、クローズアップされてるだけでみんなの苦しみを忘れて高校野球だけが悲劇を食らったっていうわけではない。うんうん、そうですね、それは十分分かってるんだよね。うん、ただ俺は野球をやってきた人間として、うん、高校野球の球児たちの気持ちが分かるだけに、うん、まあ、こうやって喋ってるけどね。そうですね、うん、あ、なんかいい案はないんですかね、本当に。まあ、だから、あの地方大会で、うん、もう、もしできるんであれば、はい、まあ、それはなんかやってほしいよね。で、うん、集まるに、まあ、大会は その都度その都度安全な地区ってあるじゃない。はい、まあ、関東圏というのはまだ安全ではない。地方の方は、まあ、北海道も安全ではないよね。はい、だから、あの安全なだいぶ地域も出てきたじゃない。はい、だからそこからも始めとくとかさ。あ、もうすでにってことですよね。うん、で、うん、秋でもいいから、はい、秋にその8校が集まって大会を開くとか。あ、時期を、そうですね、ずらしてもっていう、うん、だから時期はいいよ、真冬だってやるよ高校野球は。そうですよね、頑張るよ、うん、あいつら、うんうん、ね、それだけ鍛えられてるし、はい、うんうん、ただね、案ばっかりだよね、これはもう時が過ぎてしまう、実際に行動しないとっていう、もう、うんうん、だからね、もう早く決定してこうやるって言って、はい、それがまたコロナの、まあ、次に感染するとかまた増えだしたとか、はい、そうなったらもう諦めざるを得ない。でも決定することは早く、行動は早くした方がいいよ。そうですね、もう言うだ、あの、絵に描いた餅になるから。うんうんうん、絵に描いた餅になる。もうそこは案だけじゃなくて、ね、どん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 積極的に行動していくってことですよね、うん、そうだね、うん、はい、まあまあ、何かを起こした時には必ず応援しますので、はい、ね、うん、頑張ってほしいと思う。まだ夢を捨てないでね、頑張ってほしいと思う、うん、はい、思います。